三世紀頃のガンダーラのギリシア風仏教美術、ディオニューソスの膝の上で酒を飲むアリアドネーが描かれている。東京国立博物館像アリアドネーはギリシア神話に登場するクレータをミーノースとヒパーシパエの間の娘である。テイセウスがクレータ島の迷宮より脱出する手助けをしたことで知られる。アリアドネーという名は取り分けて 清らかに清い娘を意味するので、この名からすると本来女神であったと考えられる。日本語では長母院を省略してアリアドネとも表記される。クレータをミイノオスは息子アンドロゲオスがアティカで殺されたためアテーナイを攻めた。こうしてアテーナイは9年ごとに7人の少女と7人の少年をミイノータウロスの生贄としてクレータに差し出すことになっていた。 テイセウスはこの七人の一人として、一説では自ら、志願して、イケニエに加わって、クレータにやってきた。アリアドネーはテイセウスに恋をし、彼女をアテイナ内へと共に連れ帰り妻とすることを条件に援助を申し出た。テイセウスはこれに同意した。アリアドネーは、皇人、ダイダロスの助言を受けて、迷宮に入った後、無事に脱出するための方法として、糸玉を彼に渡し、 迷宮の入り口扉に糸を結び、糸玉を繰りつつ迷宮へと入っていくことを教えた。テイセウスは迷宮の一番端にミーノータウロスを見つけ、これを殺した。糸玉からの糸を伝って彼は無事、迷宮から脱出することができた。アリアドネーは彼と共にクレーターを脱出した。ディオニューソスとキタラーを持つアリアドネークレーターより脱出後、プセウドアポロドーロスは二人は 子供も連れて、ナクソス島へと至ったと記すが、これ以降のアリアドネーの運命については、諸説がある。プセウドアポロドーロスは、ナクソス島で、ディオニューソスが彼女に恋し、奪って、レイムノス島へと連れて行きそこで、アリアドネーと交わり子を成したとする。この交わりによって、トアース、スタピオス、オイノピオン、ペパレートスが生まれたとされる。しかし別の説では、アリアドネーは、 ナクソス島に至りひどいつわりであったため、彼女が眠っている間に、テイセウスに置き去りにされたと申される。あるいはこの後、ディオニューソスが彼女をひとしたと申される。また、ホメーロスのオデュッセイアにおいては、一行がディアー島に至った時、ディオニューソスの了承のもと、アリアドネーはアルテミスにいられて死んだとされる。ゴモイチは、こちらが本来の神話であったろうとしている。アリアドネーの名は、 むしろ女神の名にふさわしい。5世紀の時典編三者兵士キオスの記録に従えば、クレータではアリアグネート彼女は呼ばれていた。この名はいとも尊き時の意味で、この名の女神はエーゲ海の多くの島で知られている。また、ディオニューソスの日として結婚の祝祭が行われていた。アルゴスではアプロディーテーウーラーニアーの社殿の傍らにアリアドネーの墓が存在していた。 美術用の石膏像右端が通称アリアスティツィアーノベチェッリオバッカスとアリアドネロンドンナショナルギャラリーありがとうございます